久保さん、世にも奇妙な安心感とかにしてもらいましょうか。まあ多分ね、久保さんも僕もそうなんですけど、多分ね、安定する上で安心感ってあると思うんですよ。要はお客さんですよね。見ている視聴者の方が、あ、今日も久保さんはライブ放送しているとかね、吉田さん今日も動画アップしてるな、みたいな。多分その安心感ですよね。安定、安定から来る安心感、安心感から来る安定みたいな。まあそういうところで信頼を獲得して、 やってるのかなっていう。だから床屋さんもそうですよね。安,安心感があると思います。そこに行くと、もう顔、顔も知ってるし、いつもので終わりだし、もう全部きっちり整えてくれて、終了みたいな <laughs>。僕もね、あの、髪の毛切ってるところは、5年ぐらいですか ?5 年ぐらい変えてないですね。その、カットしてる。で、実はそのカットしてくれてる人が、ちょっと移動になったんですよ。で、移動になったけど、移動先に今行ってるんですよ。 で、この前ね、その移動先が2周年になりました、みたいな。だから3年ぐらいかやってるか。あ、あ5年か。4年かまあいいや。まあとりあえず、その移動してもそこに僕は行ってるんですよ。で、なんでそこ行ってるかっていうと、まあ安心感なんですよね。もうあの、もう全部知ってるんで、ある程度。だからもう、僕もあのあ、あ、いつものでいいですかはい、終わり。終了です。<laughs> いつも通りでいいですかはい、みたいな。だから僕がなんかイメチェンするんだったらまた言わないといけないですけど、別に僕いつも通りなんで。 いつも通りですかはい、終わりです。で、あと寝てるっていうね、<laughs> 楽です、以上に。そう。だから、まあ、だから僕の,あのお客さん、まあ、こういうタイプのお客さんで、あんまり話しかけない方がいいんじゃないかなっていうのも知ってるだろうし、うん。話したかったら僕から話しますしね。だからそういうのもね、なんか、 一番嫌なのが、要は、その、初めて行くところって、やっぱその、美容師さんも気を使って、やっぱ話しかけてくるわけですよ。で、コミュニケーション取りたいので。で、僕はどちらかというと、家電量販店とかもそうなんですけども、自分でじっくり見たいタイプですし、あんまり喋りたくないんですよ。で、仕事も喋ってるわけですし。<laughs> うん、まあだ喋りたい時は喋りますけど、だからそういうのをね、理解してくれてる人がいいっすね、安定してて。うん。はい、い,いってらっしゃい。